El capítulo 6. さて、遠征中の第一部隊隊長ペトローズ・カラマリア様を除いて全員が揃いました。これより七具天会議を開催したいと思います。La primera reunión. 本日の議題はたった一つ、すなわちテラコマリ・ガンデス・ブラッドが七具天の地位にふさわしいか否かというものです。彼女は七具天に就任して以来連戦連勝を重ね、先日のラペリコ王国戦でついに10連勝を成し遂げました。テラコマリ・ガンデス・ブラッドの活躍には目を見張るものがありますわ。国内外を問わず法外な評価を受けているのも納得の実績です。そう、実績だけを見るならば、皆さんは彼女が戦う姿をご覧になったことがあるでしょうか。いいえ、ないはずですわ。確かに聞いたことがないな。七具天とは武の象徴でもある。鍛え上げた己の肉体で敵を打ち滅ぼすことこそ宿命。ガンデス・ブラッド殿はそのあたりを理解しておられるか。もちろん分かって、分かっておりますとも。分かっていないのはメタル殿の方ですよ。真の強者は弱者など相手にしません。ガンデス・ブラッド殿はそれを重々承知しておられるのでしょう。いや話を戻しましょう。以上のごとく、テラコマリ・ガンデス・ブラッドには実力詐称の疑いがかけられています。けーの、ガンデス・ブラッドさん、これに対して何かご反論は？うむ、私は最強だ。それは反論になっていませんわ。彼女が七具天にふさわしくないという物証もちゃんとあります。けーでしょ。彼女が帝律学院に通っていた時の成績表です。ご覧の通り、魔法も基礎体育も最低の1ばかり。そんなのどこから？マスカレール家の力を持ってすれば簡単に調べることができますわ。ダメさ、いずれにせよあなたはどうしようもない劣等生だった。しかも学院を中退してますわよね。この3年間どこで何をしていましたの？Entrenando duramente。どうでもいいでしょう、そんなこと。あなた、コネを使ったんでしょう。ガンデス・ブラッド卿は大貴族ですもんね。実力も実績もない娘を七具天に就任させるくらい造作もありませんわ。どうせ人気者になりたかったのでしょう。チヤホヤされたかったのでしょう。何せ下品なグッズを大量生産して売りさばいていますものね。よくもあんなことができますわね。面の皮が厚い。それは本当に事実なのかね。クレン様、成績表はさておき、コマリが人気者になりたいからコネで七具天になったという話に具体的な証拠はあるのかね。それは君は人の心が読めるわけではなかろう。七具天会議を招集して弾劾裁判を行うならもっと調査を徹底するべきだ。確かにカレン様のおっしゃることにも一理あります。しかしテラコマリ・ガンデス・ブラッドが七具天としてふさわしい実力を示していないことだけは確実ですわ。そもそもコマリの七具天就任を最終的に決めたのはチンであるからして、お前の言っていることは。待て、もういいよ。好きなだけさえすりたまえ、フレーテ・マスカレール。雑魚が何をほざいても強者の耳には届かんがな。いやいや、うわぁ、行っちゃったガンデス・ブラッドさん、それ何の冗談ですね。そこまで豪語するのでしたら、この場で剣を交えようではないですか。そうすれば全てわかります。あなたが七具天にふさわしいかどうか何もかも望むところだ。かかってこい、フレーテ・マスカレール。私の超すごい魔法であっという間にオムライスの具にして食ってやるわ。と言いたいところだが、まずはお前と私が戦うのにふさわしいかどうかのテストも兼ねて、メイドのビル・ヘイズが相手してくれるそうだ。頼むぞビル。嫌です。あ、そうなので剣を交えるのは別の機会に。ふざけやがって。ではこれより七具天による多数決でテラコマリ・ガンデス・ブラッドの進退を決定したいと思う。そ
先ほどのやり取りを踏まえた上で、まだ彼女が七具天大将軍にふさわしいと思っている愚か者はいませんよね。ここにいます。ありがとうサクナ、君の優しさが心に染みるわ。私も彼女は七具天にふさわしいと思いますな。これでガンデツブラッドさんの命運は決定しました。あなたを支持する者は二人だけ。この意味がわかりますか？残念ですわね。テラコマリガンデツブラッドは七具天失格ですわ。意義あり。意義ありでございます。多数決はまだ終わっていません。いきなり何を言ってるんですの、メイダの分際で。コマリ様が七具天留任に賛成してくださる方は2名、それは分かりました。しかし反対している方の人数が不明瞭なままです。そんなことは分かるでしょうに。3人ですわ、3人。確かに挙手したわけではないから明確に3人と決まったわけではないな。では逆に、テラコマリガンデスブラッドが七具天にふさわしくないと思うものは手を挙げよ。オーナーダス、ご覧ください陛下、2対2ではないですか。デイル、手を挙げなさい。あなたもガンデスブラッドさんがムカつくんでしょ。デイル、まさかあなた居眠りしているのではないでしょうね。待て、マスカレール殿。デルピネ殿、失礼。ダティアさん、死んでるな、こいつは。悪魔だ。何でやる。ああ、なんということか。これは悪魔の仕業です。悪魔なら存在してたまるもんですか。こんなのテロリストがやったに決まっております。それはないと思いますけど。あなたに何がわかるんですの。とにかくデルがいつどこで誰に殺されたかを調べる必要がありますわ。どうしよう、ビル、なぜかミステリー小説みたいになってきたよ。本当に滑稽ですね、犯人が私だとは知らず。ああ、コマリ様の罷免に賛成するであろうデルピューネ殿を会議の前に毒殺して死体を椅子に設置しておきました。デルピューネ殿に外傷はない、つまり毒殺か何かということで。では誰の仕業だとおっしゃるつもりですの。それはガンデスブラッド殿、貴殿がよく知っているのではないか。そうですわ、あなたがデルを殺したに違いありません。多数決の阻止という動機もありますわ。なら証拠を出せ、証拠。証拠がなければ言いがかりだぞ。犯人がコマリだというのは憶測に過ぎんと思うが、仮にコマリがデルピュネを殺したとして、お前はどうするつもりなのかね。殺してやりますわ。フレーテさん、七具天同士の死闘は禁じられて。これは死闘ではありませんわ、正式な戦争の申し込みです。戦争？カレン様、同じ国の将軍同士が戦争することは法的に認められていますわよね。問題ないな。ないのかよ。ガンデスブラッドさんが負けたら七具天をやめてもらいます。私が負けたら、そうですね、あなたの言うことを一つ聞いてあげましょう。あら、まさか断るわけではありませんわよね。当然だろうが、私は最強だ。どんな奴が相手でも構いやしない。この戦争、待たれよ。わざわざ七具天会議を招集しておいて結論がそれか。生ぬるすぎるぞ、フレーテ・マスカレール。テラコマリ・ガンデス・ブラッド並びに新人のサクナ・メモアールの腕試しも兼ねて、俺は七具天闘争の開催を提案するぞ。イランピョーライコンパニャラティエスメ。なんですって。七具天闘争か、面白いではないか。カレン様、よかろう、開催を許可する。知っての通り、七具天闘争とは七具天による一大エンターテインメントだ。国民の期待に応えるよう力の限り殺し合うがよい。殺し合う。おやすみなさい。夏空にパッと花咲くコマリかな。うまいでしょ。
さあ見せなきゃいけないところに例えてみたんだ。小森様、起きてください。夕げの準備ができましたよ。私は感情を失った。もうダメだ。今日のメニューはデミグラスハンバーグです。あ、ごめん。七具天闘争、頑張れそうですか？うん、頑張る。で、頑張れるわけないだろうが！どうしてこんなに苦労してるのかな？七具天なんてやりたくないのに。ではお尋ねしますが、小森様はどんな職業に就きたいのですか？就職するつもりはない。私は小説家になりたいんだ。そういえば、新作を書き上げたんですよね。おう。昨日の会議の後、感想を聞きたくて、さくなに原稿を渡したんだ。一応、親戚が書いたってことにしてな。ちなみに小森様はペンネームなどお使いで？いや、今は本名で書いてるけど。それは新作もですか？うん、原稿用紙の一枚目の裏に。では今頃、メモワールドのにバレてますね。それは…それは？それはまずい！小森様。ピアノ。あ、ピアノ。小森お姉ちゃんすごかったんだよ。あのフレーテさんにも一歩も引かなくて。ごちそうさまでした。よいしょ。じゃあまた近いうちに来るから。あの。お父さん。あ、かすぱ。私頑張るよ。家族を守るために。絶対に読まれてはいけないんだ。やってろ、さくな。さようなら、ガンデス・ブラッド殿。あなたは神の国で幸せになれるでしょう。突然来てしまって申し訳ない。もう、はい、昨日渡した小説だが。ずぶ濡れじゃないですか。早く着替えましょう。風邪をひいたら大事です。ああ、でもちょっと部屋が散らかっていて、できれば寝室の方はなるべく見ないでいただけると嬉しいのですが。ブラストはデスオルデン。コントロコーサ。マジか。サクナ、悪いけど別の服ないか。さすがに自分の顔が描かれたやつは。あ、ゲーマルロイヤ。違うんです、これは違うんです。サクナ、はい、すごいね、この部屋。私がいっぱいだ。うたやん。ごめんなさい。私小森さんのことが好きなんです。それでグッズ作ったの？はい、15体ある寺小森さんの等身大人形は最高傑作だと思っています。毎日ちゃんと挨拶をして話しかけて、本物の寺小森さんにするように接しています。そうか。まあ趣味は人それぞれだしな。私も人に言いたくない秘密の一つや二つはあるから。小説を書いていることですか？そうだけど、見たの？はい、原稿用紙の1枚目の裏に寺小森さんのお名前が。カオン、オフ、エサポスター。でもまあ、この部屋を見たら小説書いてるのがバレるのくらいどうでもいいような気がしてきた。寺小森さん、私不安なんです。七具天闘争か？はい、皆さん本当に強い人ばかりで、私みたいな弱っちい吸血鬼はすぐに殺されちゃうんじゃないかって。それに私は寺小森さんと争いたくありません。だったら同盟を結べばいいんだ。私とサクナが協力すれば、少なくとも敵が一人減るし味方が一人増える。良いアイデアだと思わないか？でもどうしてそんなに優しくしてくれるんですか？私は寺小森さん、ストーカーみたいなものなのに。パレスカス？ロエレス。友達だからだよ。は
友達が協力し合うのは普通のことだろ。友達。友達。悪い。私と友達なんて嫌だったよな。嫌じゃないです。お友達になれて光栄です。よろしくお願いします。そうか。こちらこそよろしくお願いします。それにしても友達か。初めての友達だ。そうだ。ヘルデウスさんにも協力してもらいましょう。ヘルデウス？ちょっと変な人ですけど、信頼はできます。そういえば、サクナはあの人の孤児院にいたんだっけ？はい。家族を皆殺しにされた私を引き取ってくれたんです。あ、でも、家族はいますよ。魔覚で蘇ったってこと？だったらなんで孤児院に？あれが家族です。私のお姉ちゃん、名前がコマリだったんですよ。そうなの？なんか親近感が湧くね。はい。とっても綺麗なイルカ座の記憶を持っている人でした。どういう意味だ？直感的にわかるんです。人の精神の形が。寒いの？冷えてるぞ。双玉子は太陽を持たない種族なんです。その特徴は、凍てつく鉄壁の体。少し星を見に行きませんか？サクナ、ちょっと。最後に見るのは美しいものの方がいいですから。テラコマリ閣下による七愚天虐殺ショー、楽しみでなりません。なあ、お前第七部隊だろ？ええ、そうですが。俺は第六部隊所属なんだが、あれを見てどう思う？ん？あいつら、昼も夜もサクナ様、サクナ様っつって殺し合ってるんだぜ。おかしいだろ、どう考えても。それだけサクナメモアールに人望があるということでは？そんなはずはないんだ。ちょっと前まであの小娘は誰からも見向きもされない雑魚だったんだぞ。なあ、俺はサクナメモアールが怖くて仕方ないんだ。あいつはただの七愚天じゃない、もっとヤバい何かなんだ。こうして星を見ていると落ち着きますね。そうだな、星座って綺麗だよな。テラコマリさんの記憶も星座のように整っています。テラコマリさん、テロリストは何のために人を殺していたと思います？多分人を殺さなきゃいけなかったからです。それはそうなんだろうけど、もしも、もしもですよ、テロリストに家族が人質に取られて別の誰かを殺すように脅された。あ、su familia como re, hipotéticamente. テラコマリさんならどうしますか？テロリストを倒す。悪いのは家族を人質に取ってるテロリストだろ。そいつがいなくなれば解決じゃん。Bueno, esto de en esta área material va todo en, muy entre comillas. ¿Dónde está Sakuna? ¿Dónde está Sakuna? ¿Dónde está Sakuna?七愚天闘争の件よろしく頼んだぞ。はい、おやすみなさい、寺こまりさん。うん、おやすみ。Me siento traicionado。Dime que estás obligada a actuar así, por favor, no quiero。 なんだよ、ちょっと痛かったぞ。申し訳ありません。しかし、サクナメモワールは少々危険かと。いや、私にはお前の方がよっぽど危険に思えるぞ。殺気を感じました。ほんのわずかですが。気のせいだろ。結構嫌だ。結構嫌だ。困る。なぜ殺さなかったんだ、サクナメモワール。やれることはやれるときにやる。それが逆さ月のモットーであろうが。
ごめんなさい。俺は罰が必要だな。お前の家族は何人だった？何人だったかと聞いているんだ。3人でした。父と母とお姉ちゃんが。ならば全員殺す。お前が失敗するたびに我が寝具で全員殺してやる。ああ、わ、また止めてけけだ。必ず七具天を殺し尽くすことだ。七具天の一人くらいは魔覚のありかを知っているだろう。お前の劣化解放で奴らの記憶を片っ端から覗いて探り出せ。でも、お前では七具天の誰にも勝てないだろうな。だからプレゼントを用意してやった。お前の愛してやまないテラコマリの人形を見てみた。コルネリウスの飛躍だ。聞いたことくらいはゼロが期待しているぞ。サクラメモワール、間違ってもミリセントブルーナイトと同じ鉄を踏むのは。承知しました。健闘を祈る。苦しい、辛い、死んでしまいたい。なんで私ばっかりこんなひどい目に。ミリセントブルーナイトと同じ鉄を踏むのは。同じ吸血種ということで比較されることはあったけど、逆さづきの中で彼女とはあまり接点がなかった。あの青色の少女は今頃何をしているんだろう。何やってんの、サクラメモワール。座りなさい。私と話がしたいんでしょ。今は